どうも、岡千代です。今日はですね、2月に買ってよかったアイテムをですね、皆様と一緒にシェアしていきたいと思います。ということでね、いつもの雑談形式でございます。で、2月はですね、大阪に行ったりだとか、福岡、博多に行ったりだとか、あとは、確定申告に押したりだとか、結構ね、バタバタでしたね。まあ2月結構ね、月が短いので、まあそういった意味も含めてということで、結構忙しかったです、という感じなんですけども、洋服に関してはですね、立ち上がりじゃないですか、2月って結構。まあ1月でセール、2月でセール、まあセール品も含めた、あと新作も含めてみたいな感じで、どん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 新しいものがね、ZOZO とか見ててもですね、新しいもの、いいなと。で、大阪にいた時に思ったのが、こう、普段見ないもの、まあ、例えばスマホとかで自分で好きなものばっかり見てるじゃないですか、ZOZO タウンとかでも。でも、こう、普段見ないものをこう、目にすることによって、あ、こういったものもあるんだ、ああいったものもあるんだ、あ、これ着てみたいな、手にしてみたいな、っていうのがね、あったのでですね、あ、これはね、都会にいたら本当に我慢しなきゃまずいなっていうのをですね、こう学べたんじゃないかなとか思いつつ、まあそんな感じでですね、ただ、まあ言ってもそこまで高額な商品は多分ないとは思うんですけども、まあたまにのことなのでですね、いろいろ購入してますという形で、一つ一つ見ていきたいと思います。まあね、一番最初もう何回も言ってます。こちらです。ノースウェーブのスニーカーですね。これはね、ほんと履きやすいし、こう、クッション性がいいしですね、こう、懐かしのアイテムということで、さらりとノースウェーブ購入いたしました。1万、いくらでしたっけ？定価が1万8000円ぐらいで、なんだかんだで、結構安く買えて、いくらだったっけ忘れちゃったけど、1万2000円とか4000円だったかな。まあ結構安く買えたので、大満足の一足でございます。昔はね、僕、10代の頃これ買った時はね、ほんとプレネで3万円ということもありましたね。今のスニーカーブームと非常に似ております。まあこんな感じでいきたいと思います。続いては、そうですね、ユニクロ U 行きましょうか。こちらです。これね、大阪で買いました。大阪のアベノハルカス、アベノキューズだったかな。超大型店舗に行ってフルラインナップ見たんですよ。で、このロンティーはですね、こう、まあ、レギュラーの店舗でも売ってる普通のロンティーですね、ユニクロ U。で、このカーディガンめちゃくちゃ良かったです。で、このモノトーンコーデに対してのこのカーディガンからのこうデニムパンツだとか、まあね、そのあたりも服装もですね、ちょっと今年春、まあ、ずいぶんね、去年とね、全く違うような好みになってきているんですけども、このあたりもね、全然使えるなと思って、で、気に入ってます。カーディガンね、意外と着てるんですよ。アウターのインナーにね、実は意外と着ていますという形ですね。であとね、続いてこちらでーす。こちら行きましょうか。シャツ。シャツといえば僕はね、無印良品非常にお気に入りでございますね。先月、1月はですね、ムジラボのジッパーのシャツでしたかね、スタンドエールの、あれを買いましたね。で、今月、無印良品で春の新作ですね。このね、シャンブレーのこの水色のシャツ、めちゃくちゃね、気に入って、店で一目惚れして、ほんとね、ボタンダウンでもなく、もうレギュラーエールのシンプルなデザイン。これ何が僕好きかって言ったら、無印良品ね、着丈が好きなんですよ、結局のところ。で、着丈が長すぎないっていうところが非常に好きなので、で、僕の一応身長171センチで、体重57キロぐらいかな、今。で、これ L サイズ。L サイズで少し大きめの感じでですね、デニムスタイルに合わせたらいいんじゃないかなということでの購入。これは、2990円が定価だけども、なんかね、僕買った時1000円オフだったので、1990円でございましたと。で、この流れでデニムといえば、やっぱりこうね、20年ぶりの復刻じゃないですか、こちら。リーバイス、エンジニアドジーンズの購入でございます。しかも、今回もイメージキャラクター、木村拓哉さんということでですね、購入です。で、品番が570のバギータイプで、僕、ウエスト30インチのタイプを購入して、少しね、ゆとりのあるような感じの着こなしを楽しんでいます。色がですね、このね、ブルー、このね、この色いいですよね。この加工していないこのブルーに惹かれましたね。で、ポケットがね、結構大きめのポケットで、肩ポケなんですよ。この肩ポケバックシルエットのね、スタイルすごく好きでしたね。で、これ僕ね、記憶抜けてたんですけども、エンジニアドジーンズも、まあ、ファーストのタイプが出て、後からね、5発でね、こう、ちょっとヨーロッパテイストのエンジニアドジーンズもあったなと思ってですね、こう調べてたら、あ、やっぱりあったなっていうことで、エンジニアドジーンズも、これがだから、ファースト90年代に20年ぶりに出た、
20年前に出たものに近いタイプなんですよ。すごくね、履きやすくて気に入ってますよ。横のね、ポケットも好きですね。エンジニアドジーンズも、だから多分シリーズ的に、まあ、ちょっとこういうようなシリーズから少し綺麗めなですね、ヨーロッパっぽいような雰囲気の、ちょっとこう、なんていうかな、ラインとかも出てくるんじゃないかなと思って、1年2年なんか続きそうな気がしますよね。ということで、リーバイスエンジニアドジーンズ。これが定価の12000円いくらでしたかね。続いてはなんですけども、これなんですけども、ノースフェイスのスクープジャケットですね。これ、大阪、京都の旅でですね、着ていって、非常に重宝しましたね。あの時もね、ダウン着ていかなくてよかったなと思って、なんでかってめちゃくちゃ暑かったんですよ。で、今年、下関に関しては、雪が一切積もってない。去年はね、だいたいね、毎年1回か2回かは、雪積もるような感じなんですけども、今年はね、全然積もってなかったので、ダウンはそんなに言うほど着なかったですね。で、これ買ってからはこればっかり。だから2月はね、このスクープジャケットの頻度は高かったんじゃないかなと思って。で、続いてなんですけども、こちらです。やっぱりね、僕90年代リバイバルってずっと言ってまして、こちらです。ポーター。ヘッドポーターのヘルメットバッグを購入いたしました。ヘッドポーターなので、これまあ、いろんなカラーもあるんですけど、僕ネイビーチョイスいたしました。で、ポーターのタンカーシリーズが値上げしたじゃないですか。だから 1.5 倍から物によってなんか2倍ぐらい値段が上がったということで、で、これヘッドポーターも今年の8月9月でちょっと一旦終了してしまうということで、これ最後のラストチャンスなんじゃないかな。チャンスは掴むということでですね、ラストチャンスなんじゃないかなと思ってですね、大阪のヘッドポーターのお店で購入いたしました。どこの前、晴れの向かい側のお店だったかな。すごくね、なんていうかね、いろいろこう、まあ、ほんとね、大阪とか行ったら、やっぱりいろいろね、目にするので、欲しいものがたくさん出てきちゃうので、ちょっとほんと、なんていうかな、買い物する側的には危険だなと思ってですね。でもね、ほんとね、いつも見ないものをね、見られたので、すごくいい、こう、刺激になったんじゃないかなと思います。まあ、10代、20代前半のですね、刺激がまたね、この30代後半、40に向けてですね、またちょっとリバイバル来ているんじゃないかなと思います。でもこれやっぱり使いやすいんですよね。僕昔、ポーターがまず僕の世代で流行った時が16、7ぐらいだったんですけど、その時 2way バックでブラック持ってたんですよ。で、30歳ぐらいの時にこれの、ブラックのこのヘルメットバッグを持ってて、まあ両方とも手放しはいるんですけども、まあ、今回の本当ラストということで、やっぱこのネイビーのね、このカラーやっぱいいですよね。で、非常に使いやすいということで、これはちょっともう40から50に向けて10年20年使っていこうじゃないかと言ってですね。で、ただね、これね、18,900円だったかな。そこまでそんな高くなかったので、あ、これ良心的だなと思っての購入ですね。で、今回本当にいろいろ買いましたよね。で、最近の一番のお気に入り、これ洗濯、今、洗濯中なんですよ。ちょっと濡れてるんですけども、ユニクロ、UT のピーター・カイザーコラボのですね、この、グッドマークが、これ、アプリケじゃなくて刺繍なんですよね。まあ、こういったね、スウェット。これね、色が非常に気に入ってます。で、素材感、春に向けてちょうどいいんじゃないかなと思って。で、僕ブルーデニム最近やっぱりよく履いてるので、ブルーデニムとの相性抜群ですね。で、これね、今、こういう風にハンガーにかけてるじゃないですか。やっぱり良かった、この、紙ハンガー。緑の紙ハンガー。これ見てください。これ濡れてるんですよ、これ。このね、スウェット濡れている状態なんですけど、肩出っ張りないでしょ。このね、ニトリのね、紙ハンガーをね、どういったハンガーかと言いましたらですね、こんな感じのね、アーチ型ハンガーなんですけども、このね、ハンガーにすることによって、カーディガンもそうなんですけども、肩出っ張りゼロということで、非常にね、このね、アーチ型ハンガーはいいんじゃないかなと。アーチ型ハンガーはね、2月に買ってよかったアイテムではないんですけども、やっぱりね、こう、洋服をかけるときに、僕やっぱ肩のね、出っ張りが結構気になっちゃうんで、まあ、そのあたり解消してくれる。で、洋服も最近いろいろ増えてまして、まあ、素材感も結構柔らかい素材って多いじゃないですか。そしたらやっぱ肩の出っ張り気になっちゃうんで、まあそういった感じですね。まあなんか話それちゃったんですけども。ということでね、2月はですね、いろいろ購入してですね、まあお気に入りのアイテムもたくさんあったし、こう、AirMax97 とかもですね、買ってですね、ただ、スニーカーしばらくお休みでもいいかなとか思いつつ、またね、まあ、月に1足買ったら多いかなとか思いつつ、何かね、またね、別のものをですね、チョイスしてですね、まあ、
でも2月に本当大阪行って友達と会ったりとか、こういろんな刺激が受けられたので良かったんじゃないかなと思います。で3月、4月、5月とですね、4月、5月とですね、どん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 こうなんていうかね、よりね、こうよりね、なんかね、こう自分の中でこう楽しみが見つけられたらいいんじゃないかなと思って、どん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 ですね、あの楽しみをね、形に残していきたいと思いますという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではまた見てください。何でも進化変化ですね。でもね、このね、進化いいな。このね、やっぱエンジニアドジーンズ、木村さんが宣伝してこの進化最高ですね。